今日はですね、デーボン君です、はい、なんと本当に僕らじゃ口も聞けない方なんですけど、よく言うよ、何を言ってるの、加客さん、はい、よろしくお願いします。安倍晋之助のお父さんとゴルフしてたんだよね。週3回やるんですよ。俺もちょうどさ、うちの女房とゴルフしてたのよ。うたら安倍の親父から電話かかってきて、なんだよこんな朝早くって、お前も早く起きてるだろって言うから、俺も今女房とゴルフしてるって言ったらね、いやちょっとデーブがお願いがおらしいんだけどって、あ、それ全然全然構わないよっていうことで、もっと気安くあれしていやいやいや、そんで安倍パパが間と呼んでくれて、まあ習志野高校で彼がそのキャッチャーでね、はい、俺はね、息子と一緒で、安倍の親父とは、はい、新之助つながり、新之助の関係でね、はい、中央じゃないですか、親子で、うん、で僕がジャイアンツ入った時の広報の高坂さんって方が、あ、高坂さん、はいはいはい、が中央なんですよ。あ、そうなんだ、はい、それで、まあ、新之助とはたまたまベースボールマガジンの対談で知り合って、でそれからまあ付き合いはまあお互いに携帯交換したりして、そしたらお父さんとお母さんが千葉マリンに来てた時に、デーブあれ、新之助の親父だよとか、お母さんだよって、ちょっと新之助の親父はさ、すぐ分かるだろ、派手だから洋服がすごい半端じゃないですよ、半端じゃないよ。だから新之助が巨人に入った時に、はい、俺キャンプの取材行った時に原監督が、はい、掛布さん、新之助のお父さんと掛布さん同級生です、うん、そうだよって、別に派手なセーター着るのは構わないんですけども、はい、このキャンプに来たりだとか、はい、こういう球場に息子を見に来るから、もうちょっとこの地味な地味なということを掛布さんの方から言ってもらえますね。やっぱ義理がたい人で、うん、アンダーマーを新之助が契約してた時に、はい、やっぱ安倍パパもアンダーマーを買うわけですよ。なるほど。アンダーマンって基本黒か白か原色じゃないですか。わかるわかる。蛍光色で。わかる。だから多分白と黒だけじゃ自分も納得いかないんだと思う。納得いかないだろうね。それはね、すごく安倍のお父さんの性格からしてわかります。はい。元気なの今。元気してる？めちゃくちゃ元気です。で、ゴルフうまいの？それが、うん。先日も79で回ったり。だから、ちょっと伝言はいただいてて、うん。言っといてくれと。うん。勝負しようって。お前79とは勝負できないよ。本当にそんなうまいの？うまいんですよ、最近。で、飛ぶの？最長マックス260ぐらい。で、平均すると240ぐらいですかね。ああ、マックスは俺のがまだ飛ぶな。ああ。俺マックス280だな。あ、そんないくんですか？うん。66歳でですか？ 66。二度接種したから。二度接種。高齢者だから。あ、そうですか。いや、もうちょっと練習しなきゃダメだ、これじゃあ。格好はプロみたいなんだけどね。そうです。最初今、朝、今日今お会いして、すごいなと思ったのは、やっぱり虎のマークが。いや、これはさ、はい、今、阪神調子いいから虎いいかなと思って。最高です。最高でしょ。ちょっと考えてきたのよ。そうですよね。そう。安倍パパと同じぐらい派手にインパクトつけなきゃダメかな、ね、ちょっと捉えがいいかな、そうですよね、うん、ここは今の阪神を加計さんがどう見られてて、なんで強いのか僕は聞きたいんですよ、ものすごい近いのかな、矢野監督がね、すごくその若い選手たちのやりやすい環境を整えてるんじゃないかな、あー、でチームを若返らしたよね、うん、そういうことですね、それはありますよね、うんうん、だから それはね、多分矢野監督がね、二軍監督の時から、はい、そういうことを考えながらしてたと思う、うん、これまた金本監督のやった野球と、はい、今の矢野監督のやってる野球っていうのは同じ強くしようという、はい、その阪神を強くしようという方法の違いだよね、どっちがいい悪いっていうのは言えるもんじゃないと思うんだよ、まあ、全て結果でいろいろダメだとかいいとかって言われるかもしれないけども、それと矢野監督の一番素晴らしいのは、はい、走る意識を変えさせたな、走塁が変わったですね、変わった、これも二軍監督の時からの継続だと思うんだよ、そういう子たちが一軍でも使ってるから監督の言うことは分かってますもん、ね、分かってるから一塁回って止まんじゃなくてもう、うん、エラしろエラしろエラしろってこう走るみたいな、でも、まあ、強いかもしれないけど、うん、まだまだ勝負は先だと思うよ、そうですよね、それとも佐藤という、あ、どうなんですか掛け算が、みたいな、この間もね、誰か先輩に「あれ本物だと思うか？」って、「いや僕は本物だと思うんですよ」って、いや俺もね本物だと思うんだけど、はい、彼のフォームがどう変わっていくかという、はい、これが2年目がすごく楽しみだ。2年目もしも打ったら本物だろう。だってね、でもね、はい、最初のバッティング練習、キャンプの時、はい、小指を外してたんだよ。
メジャーリーガー以上ですよね。こういうふうに。ほいで、もう明治の大五郎に打ってたんで、俺ダメだなと思ったの。で、2日目、もうね、これは変えなかったんだけど、はい、体がレベルに回りだした。これでシーズンに入ったらこれ書けるようになったもんだから彼のすごいのはみんなに言ってるんだけど、修正する能力と対応する能力がある。だからすっごくここ切れると思う。今のバッティングなんて、これ大山と佐藤比較するわけじゃないんだけど、大山の場合は強くは振れるんだよ、強く振れるよね、佐藤も強く振れるよね、ただ今の佐藤ってピタッと強く振りに行ってボールがふーっていったらそのボールに合わせられる。あ、不器用そうに見えてるんですね、スイングの中で、その強く振りに行くんだけど、このボールに対して強く振ったらダメだって言ったらうまく抜けてスッとこう、なるほど、ライト前打ったり、 ありますね彼は、だから大山っていうのはすごい強く振れるだけで、その変化したボールに対してふーってこういうのはどちらかというと苦手なタイプ、でも強く打てるのは大山も一緒なんだろう。佐藤はね、今強く振るのと同時に、自分がその内に行ってずれたって言った時に、強く振らずに、ってこう、これを覚え出してるんだよ。もう最初と違うってことですね。違うの。だから対応する力と、自分でいろいろ修正してるんだろうね。だから全然今の佐藤はバット折らなくなったもん。最初どんだけ折ったバット。まあ、クイズになるぐらいだったんだから。高橋さんバット折らなかったですよね。折りません。折りません。折れそうだったらバットごめんなさい。抜いちゃうんだ。そういうことですよね。バット折りません。折っても一本ぐらいです。そうです。永遠にそのバット使い続ける。そうですよね。俺、昔のバットって折らなかったでしょ。そうですよね。まあまあ、天才は折らないですよね。誰か、ヤクルトのバッターは、1打席で3本出してる。まあ、その子が悪いとかっていうよりも、まあ、能力ですからね。そう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 。まあ、この間ね、岡田とちょっとある番組で一緒になったんだけど、はい、岡田もバット折らないって言ってたら、折るのが考えられない。でも、昔のバッターってそうなんだよね。だから、かけさんの自打球もあんまり見なかったもんね。だから俺ね、デーブね、はい、自打球と思い出したんだけど、まあ自打球でこうやるのはいいんだけど、はい、今、危険球というルールがある中でね、はい、俺このエルボーにつけるのは、外してもらいたいんだよ。あれつけてバッティングになるのか。そう。それと、ピッチャーのインコースに対して、エルボーがなければ避けるよ。そういうことですね。エルボーが当たれるもんね。ね。一択もなんともないですもんね。これはね、俺ね、危険球というルールがで守られてるんであれば、ここのゾーンはピッチャーで上げなきゃいけないんじゃないかなと思うんだ、俺。そうですよね。僕、もう思ってるのピッチャーが、二軍監督時代とか一軍の時も言ったのは、ピッチャーはフォアボールはもうこれありなんだと。もともと、あのペナルティは4つあると。なるほど。バットは3つなんだと。はいはいはい、はい。だからバッターの方が、俺たちの方が有利なんだと。だからフォアボールもいいよっていうぐらいの職業じゃないですか。なのに確かにここ、踏み込まれてデッドボールまで言ったら、こっちしか攻めないの。そうなんだよ。だからね、これあれはね、まあまあ、みんな怪我防止で、これは、今みんなしてるけども、なんかこう、ちょっとなんか野球が優しくなりすぎてるんじゃないかなっていう。そうですね。今、全員これして、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 剣道やるみたいな。で、この間、隼人が、坂本が怪我したから、最近みんなの、スキーでもするんだっていう、ね。あれじゃ、あれ長くしたら、スピードがいっぱい取れちゃう。あの手袋の地球病を防止するやつなんですね。だから、すごい。ピッチャーだけないですもんね。俺ね、そう、ピッチャーないでしょ。俺、あんなのつけてたらね、自分のバッティングの間を作れないよ。でしょ、ここが。これつけて、まだつけなきゃいけないかなっていう。巨人にいた、中島イメージ巨人のチームにいたんだけど、数えたら9個ぐらいあったんですからね。数えに行くとき。何個あんの？そうだろう。あれ、ちょっとね、なんか違うんじゃねえか、これもな。あれ、メジャーから来てるんですよ、ね。来てるよ。全部、流行りで。ほんとだよ。影山の時代はほんと、まあ、リストバンドリストバンド。これが画期的だったんだから。ほんとに。そういう時代でしたもんね。ほんと。しけてる楽しいね。でも、影山最高です。ちょっと、阪神このまま行かないでもありますよね。これはね、これがいつ流すか俺分からないけども、はい、僕は、一つのポイントとして、はい、オリンピッ
ックまでに巨人が5ゲーム以内に詰めたら、はい、ちょっと怖いなと思ってる。5ゲーム、5ゲーム、今5ゲームなんで、ちょうど、はい、で7ゲームあったわけだからね、はい、その時に俺あの甲子園の交流戦明けの3連戦で、はい、初戦、うん、阪神大勝しました、はい、その大勝した中で一つすごいいけないプレーがあったのは、はい、マルテが最終打席に左中間にツーベース打ったのよ、はい、それをあいつスライディングしないで、はい、フッていってアウトになったの。あったでしょ、最悪な怠慢プレーが。最悪な怠慢プレー、はい、絶対してはいけない。チームの士気がこんなになるやつですね。そう、それからマルテの状態がガクッと落ちた。だからあの後どういう形でチームはそのプレーを消化したか俺はちょっとわからないんだけど、まずそれがあったことと、はい、3戦目に原監督がいろんなピッチャーを変えたりいろいろしたでしょ、はい、これで阪神も中野から北条にバッターを変えたりだとかね、はい、俺阪神その時7ゲーム差があるわけだよ、はい、その時に巨人が一心になってくるんであれば、ね、阪神は中野というレギュラーを育てるような野球をやって負けても全然意味がない。あ、いや、そういうのがいいわけ、いいわけですね。もうそういう選手になったってことですし、チーム状態ですもんね。そう。で、最初に高橋優輝君の先発で左で使ってるんであれば、はい、使い続けろと。そこで中野を使えば、はい、中野が一回りも二回りも大きくなる失敗をするかもしれない。でもそこで北条に変えて、北条が打って勝っても、意味のない一緒になると思う。そういうことなんですよね。北条を育てたにもかかわらず、そうそうそう、チームとしてはね、そうだよってことですもんね。そうそう、だからね、僕、この3連戦のその、阪神からして1勝2敗だったんだけども、はい、この1勝の仕方と2敗の中の1敗の仕方が、はい、悪い1勝と悪い1敗したと思うわけ。だから、流れの3連戦の流れの中では、はい、阪神にとってすごい流れを、嫌な流れを作った、巨人の3連戦を作ってしまった。はい、これで巨人がいろいろメンバーが揃ってきた。はい、そうなるとオリンピックまで3ゲーム差ぐらいまで詰められたら。ないと一緒ですね。ない。そうなると3ゲーム差だったらもう。チーム若いんだよ。経験がないんだよ。そうですね。だからまだまだ分かんないだろう。分かんないですね。分かんない。3ゲームって、掛さんが優勝、日本一になられた時って、はい、優勝決まるまでは下と何ゲームぐらいだったんですか？最終的にはもう3ゲームぐらいだったと思うんだけど、はい、今回で5ゲームぐらいだったんじゃない？でもやっぱそんなもんじゃないですか。そんなもん。結構危機感ありますもん、ある5ゲームなんて、ね。あるある。それでね、その時もね、一回巨人の後楽園での3連戦の時に、一つ勝てば巨人が死ぬと言われたのよ。うん。で、阪神3連敗しちゃって。一回行っちゃった。これ3つ取りに行っちゃったんだよね、やっぱり。早く決めたい。焦りだよね、だから。マジックも出てるし。まあ監督もそうだし、掛さんたちも決めに出せちゃってる。経験ねえから。もう勝ちたい勝ちたいっていう。これでこの広島が生き返っちゃって。三つどもえになったの。はい。焦った。だからそういう三つどもえになった中で、バース掛布岡田という、その実績がある程度、はい、あるようなバッターが崩れなかったっていうのはでかいよな。それで真由美さんが。そうですね。うん。だから今のその阪神というチームが、これから優勝、巨人と本当に優勝争いする中で、誰がチームの支えになるのかということと、一人でも冷めた人間がいるかだよね。俺は冷めてたから、優勝するとき。あ、そうですか。4番として。いや、そういういろんなこと、人から役割の中でね。やっぱバースが状態がすごくいい。はい、岡田がすごく状態がいい。はい、そうなったときの4番って何をしたらいいんだろうと。はい、だバースを生かす強い4番でいなければいけない。はい、岡田にチャンスを広げるチャンスメイクもしなければいけない。はい、こういうとホームランとフォアボールだよね。あ、なるほど。そう、フォアボールを取る我慢ってのが、すごく自分を冷めさせるわけ。攻撃的にしないから。はあ、一歩引いて、このチームを見なきゃダメだっていう気持ちは常にあったの。4番ってそういうもんですもんね。だから、俺今も、その阪神の打線の中で、はい、マルテが今そういう野球やっててくれたと思うんだけど、はい、ちょっとそのリズムがなくなったんでね、誰かが一歩引いて、ちょっと俯瞰でね、はい、阪神の野球見えるようなバッターが一人出てくれればね、それは大山なんだけどな、本当は。いい子すぎますからね。いや、そうなの。おっしゃる通り。茨城の後輩なんですよ。いい子すぎるよ。いい子すぎんですもん。優等生すぎるよね。もう電話で話しても、いや、最初の頃はバッティング最初見た時は、天才が来たと思ったんですよ。でもそれから挨拶来てくれて、茨城の、そう、たまたまお前が天才のことだね、みたいなのから、いつでも私は言っても、あ、これいい子すぎんなーって。そうなのよ。
金本監督がね、取ったでしょ、大山が入団して2軍に来ました、その時に1軍からの要請だよ、3ヶ月間ね、体重5キロ増やしてください、筋肉量何パーセント増やしてください、こういう風に触れるようにしてくださいみたいな、バーッと来るわけ、それでうちの2軍のトレーナーたちがいろんなメニューを作って、ビガーマウンテンプロジェクトだね、ビガーマウンテンプロジェクト大山だからな、あビゲストにはなってないでしょと、まだ発展途上だからビガーマウンテンプロジェクトしましょうとかなって、みんなもう俺もういいねその話になってさ、そしたら大山はね、デイブ2ヶ月でクリアしちゃった、ビガーマウンテンプロジェクトクリアしたんですね、だからそれぐらいやっちゃうんですよね、やっちゃう、なんかプロで実践できる子って何がそんな関係あるかみたいなこと言う子も必要ですもんね、これでお前何が一番しんどかったのって言ったら食べること、あ体を大きくすること、食べるのが苦しかったの、食べるのがしんどかった、1時間ぐらい食堂にいたって言うんだよいじめみたいですねでもそれで今の体があるから、ね、そういうものを経験してる大山が、はい、そういうちょっと一歩引くようなね、そういう数字を残してもらいたいんだけど、それってあれじゃないですか、掛けさんとか打てない時ももちろんあったわけじゃないですか、その時に様子だったり態度だったり打席の様子はなかったですもんね、はい、もうなんか堂々と、そうやね、もう三振どうぞって言ってこう帰ってくる、今ね、あの佐藤がすごく打ってるから、はい、大山にその余裕がないと思うんだよ ね、うん、俺はある程度そのタイトルを取ったりする中での優勝だったから、うん、バースがどんなに打とうが、岡田にがどんな打とうが、俺がどんなに打てなくても自分はブレないんだよ なるほど、まだ大山はそこだから、大山は今数字を伸ばしてもらいたいんだよね、うん、そこそれをするには掛さんはもう大山にアドバイスできるとしたら何がありますか、今だから現場でいらっしゃる、だから彼はね全部打ちに行っちゃうんだよな、うん、タイミングあったら全部行っちゃうぐらいですよ、ね、行っちゃうでしょ、ちょっと絞るってこと、三振を怖がるなって言った、やっぱ、ね、逆に彼が出だした頃に、はい、すごくやっぱ三振に怯えるような分を感じたことあるわけ、だから俺は二軍監督の時は見逃し三振 OK だよと、なかなかいないいないでしょ、ボール球を振って三振するから見逃し三振俺 OK だから、ツーストライクからボールを見極めなさいと、それと大山の考え方っていうのはもうワンストライク取られたら終わりのような考え方だよね、3つ取られなきゃ三振じゃないんだよ、そうですね、だから早めのうち結果割れちゃいたいんですね、打席が三振だからもっと落ち着けよって、お前は相手のバッテリーに怖がられてるんだよっていう自分を知ってほしいことと、3つストライク取られなければアウトにならないんだよっていう余裕を持ちなさいという、それでダメなら堂々と帰ってくれよ、帰ってきなさいというね、でマスコミの前を堂々と歩けば、なるほど、打てなくても、うん、だから野球を打つ打たないじゃなくて、そういう部分のその姿勢を見せてもらいたいんだよね、そういうことなんですね、それがチームの柱だと思うんだよ、今佐藤が打って佐藤でいいじゃない、はい、負けた時に大山が背負ってあげたらいいじゃない、そういうことでも胸を張って、そのマスコミの前を堂々と通っていて、私が打てなかったら負けましたと、はい、そう言える大山だってほしいんだよ ね、 そうですね、この YouTube ってテレビと違って、はいはい、ある程度こういろんなことが聞けて中でおいて、僕一番気になってたのは掛布さんがバリバリで現役でやってるって、はい、あの日本一になられた時、はい、僕入団なんですよ、ああそうなんだ、はい、はい、で今でもおいくつになったの、54です、あ54、一回り下なんですよ、いやそういうことだよね、はい、3戦目の甲子園の時だけベンチ入れてもらえたんですよ、うん、1年目の時に、あその頃僕サードやらされてて、はい、でまあまあ警視庁を略させてもらうと、うん、ノックを受けてる、うん、目の前に、うん、掛布だみたいな掛布だとか、まあオープン戦でもほとんどもちろん出れないし、あなるほど、小広岡監督の、まあ、体験実習みたいなのでこう一軍ついてますだけなんです、しかしあの日本シリーズは面白かったよね、面白かったですよ ねで、まあ掛布さんの掛布カットバス掛布に、はいはいはい、ついこう僕も西武のベンチで乗ったら日原さんに殴られみたいなでもそれはデーブね、はい、僕もね初めて入団して1年目から一軍のベンチに入れてもらった時に、はい、長嶋さんの最後の年なのよ、はい、で長嶋さんが甲子園球場最後の巨人戦という時にね、はい、4打数3打されたの、はあ、これで最後のヒットを打ってその交代だよ、はい、富田さんって方がダイソーで来たわけ、はい、だから長嶋さんはその一塁側のベンチの我々の前を通って帽子を取ってるヘルメット、でスタンドにこうやって行って三塁ベンチまで行った時に、
あの一塁側のね、阪神ファンの方たちもスタンディングオベーションだよ。あ、それは俺もね、手叩いてた。あ、やっぱり叩きました。ありがとうございますって。いや本当に19歳だったけどさ、もうありがとうございます、ありがとうございますって。しかも一緒だよ、千葉出身で。俺は千葉だから。あ、まあ、だからそういう意味ではなんかそういう大先輩っていうか、はい、そういう方たちに対しては敵とか味方ってないんじゃないの。ないでしょうね。ないですよね、全く。憧れでしかないんで。そうそう、だから別にね、僕は巨人ファンとかそういうことではなくて、まあ、長嶋さんとか王さんに憧れて野球やった一人で、その憧れの長嶋さん王さんと同じグラウンドに立てたっていうことがもう夢みたいだったのよ。それで一塁側のベンチからね、はい、ゲーム前に王さんと長嶋さんが三塁側のベンチ前で素振りするんだよ。ほんとベンチが見えないね、大きくて。あの1番と3番でね、三塁側のベンチが全部隠れちゃう。あ、すごいと思って。まあそういう、俺も、あの1年生だったから。いや、そうそうそう。だから全部が今そういうこと言ってくれると嬉しいよ。それでその、まあそれがあったから、まあ例えばリストバンドも、まあ、あれ掛布さんじゃないですか。あの長くて大きめの。そう、一番最初やったのね。そうなの。みんな、ね、やってるけどさ、今。あ、今やってるけど。もう当たり前のようにやってるけどね、あんな長いの最初なかったのよ。なかったですよね。まあ自慢してますよ。いやいやいや、ほんとオールドスタイルで。これは、デイブね、はい、なぜね、こうしだしたかっていうと、はい、これ左腕こう骨折をして、これしてからね、ガングリオンっていう脂肪の塊みたいになるでしょ。はい、あれがこう出てくるのよ。手首痛いの。それでこうテープでやるんだけど、はい、そうするとマスコミの連中が、また掛布はね、左腕がおかしいんじゃないかって言われるわけ。そういう言い訳するのが嫌なんで、トレーナーといってなんか隠せるなんかないかな、隠すものって言ったら、やっぱサポーターがいいんじゃないかと。当時こんな長いのはなかったんで、テニスプレーヤーがしてるちょっと短めのリストバンド2個を重ねてやってたの。それでスポーツメーカーにこの2つ分ぐらいの長いやつ作ってくれないかと。これでちょうどテープしてても隠れるから。隠すためにさ、みんな当たり前のようにしてるけど。今は。意味があったんですね、あれ。そういう理由があったの。汗、だって、アンダーシャツなんだから汗拭くのはそれでいいんだよ。そうそう、いいんだよ。隠すためなの。いや、これはさ、なぜかというと、まあこれはちょっと格好つけるわけじゃないんだけどね。僕はそのレギュラーで4番打つようになってからは、誰よりも遅く球場に行って、誰よりも早く球場を後にするわけ。はい、球場にいる時間が一番短い男なの。これなぜかというと、はい、俺があんまり早く行って、本当徳田だとか、はい、そんなことしちゃうと、打てない時の言い訳してみたいで嫌なんだよ。はあ。マスコミになんか言い訳してるみたい。はい。なんかまた、若い選手も、俺があんな早く行くとみんな早くなるでしょ。早くなっちゃうんですよ、ね。そうでしょ。で俺がじゃあ仮にね、ええ、4番打ってゲーム終わってから30分も40分も球場でスイングしてると、はい、帰れないですよね。帰れないでしょ。僕らの時代でもそうなんですから、そっから一回り前の、そうそう、前だから、それがあるから、はい、俺なるべく遅く行ってもうスッと帰る。だからゲーム終わって1時間後には家着いてた。さーっとお風呂入ってシャワーだけさーっと浴びてお先ですって言って、まあ下のままありがたかいですね。ありがたいでしょ。で俺がだから二軍監督になった時にね、はい、早く行くよって言ったら、はい、いや掛布さんが早く来るとコーチ陣がもっと早く来なきゃいけなくなるから、二軍のマネージャーに掛布さんは何時まで来ないでくださいって言うんだ。そうすると僕らももっと早く行かなきゃいけなくなるんですと。そうですよね。でもチャックが言ってた。まあ2回打つぐらいの年齢ですからね。ちょっとなんか副反応が出てるのかな。僕1回前にその天王洲の方のマンションいる時、掛布さんのと駐車場で、そうそうそうね、はい、お会いした。俺もあの天王洲のマンション何年ぐらいだから3、4年いたかな、はい、あそこ便利でいいよね。便利だったんですよね。そう、でもいたから。だからあの時にはそんな感じじゃなく、やっぱ掛布さん
テレビで僕その解説ももちろん聞かせてもらうじゃないですか、はい、失礼だけど愛想はすごく優しそうなんだけどやっぱ我々からしたら、うん、怖いって怖いわけですよ。そんなことないよ。であの時も赤木さんじゃあおー元気かでーって一言で帰られたんで俺何回やったかないやいやそういうことは全くそういうことはないなかったんですかね。そうそうそう、ま、どうもっていうさっと帰られたんで。そうそうそうごめん元気かごめんさあこんにちは元気です出たあ帰ったでも食事でもしようかこれが普通なんだそうなんですよね。そうそう社交辞令じゃないですけどでもねでもね、はい、食事しようって言って知らんやつほど嫌なやつはいない。そうなんですよ僕もそう思ってるんですよね。そうでしょ食事しようって言った時に日にち決めますもんね。そうそうなんだよだからデブっていうまだそこまで知らないからそれぐらい知るとかいいんじゃないかな。それもまあ中島さんっぽかったですもんね。元気かーって帰ってたんで。そうだろ、はい、ああどうぞ そういうもんじゃないあどうもあどうもあどうもだからそれ以来なんですよこの接近したのは。そうだよねだから今日楽しみにしてたのでその中で聞きたいのが、はい、どうぞ。その前世だった掛布さんが、はい、突然引退っていう時に、はいはいはい、あれ全員びっくりしたと思うんですよ、うん、僕ら野球、うん、僕ら後輩たちも、あなんで辞めんのってあなんだったんですか、まあ、これはさ、はい、やっぱね言える部分と言えない部分がいろいろあるんだけど、はい、まず優勝した翌年にこうデッドボールになって骨折するわけだよ、はい、それで5年間続いていた全試合が、はい、そこでプツッと途切れるわけ、うんはい、でその時に自分の中ですごくなんか弱い自分みたいなのがちょっと目を覚ましたんだよな、はあ、楽に休めるとなるほど胸を張って1ヶ月間休めるんじゃないかとふと思っちゃったの。それ何歳って20代じゃなかった33 33歳、うん、それででも前年度優勝してるわけで、はい、でバースがね全く春先その時調子悪かったの。これで竹之内さんっていう方が名古屋遠征行った時に食事をした時に竹之内さんが俺に影前半のバースを当てにならんぞと、うん、お前がちょっともうちょっと踏ん張らないと連覇はできんぞみたいな話になったわけ、うんうんはい、それで俺中日戦でそのシーズン初めてレフトへホームラン打ったのよ、はい、あこれだと、はい、これで次の打席中日のベンチからインコース行けあよくあるパターンですよね頭行けみたいな、まあ、まあ中日ちょっと怖かったですしねそこは頭いかんかみたいな昔あったでしょ、まあ、あったスプでもね言うんですよね、うん、あったでしょ、はい、だそういう声がちょっと聞こえてたから、はい、もうインコースのボールをものの見事にライトホームランしてるんだっていう意地があったわけだ、はい、これでねまだ覚えてんの2ボール1ストライク、はい、ピッチャー小山君っていうその時ドラフト1のサイドスローのピッチャーだったの、はい、その時ねすごい外から甘いスライダーが入ってきたんだけど、はい、そのボールを打ったらインコース投げてこねえなと、はい、そのボールを見逃して2エンド2にしたらここに来るだろうと思ったわけよ。あそこ読んでたわけね。読んでた、はい、おい2ストライクが取られないとインコースには来ないだろうと、はい、これで2エンド2になったわけ。これで5球目の勝負球がもうこれ1点張りだから、はい、これだここだよバレーボールみたいな5球目しかも掛布さん耳なしですもんね。でここに当たっちゃダメだっていうところでパッと避けたわけ、はい、これでここに当たったの。へでも休むのが嫌だったんでテーピングして、はい、こう塁に出たんだけど、はい、もうズキン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 なんかテーピングがはち切れるんじゃないかっていうぐらいに腫れてきてんじゃないかと、はい、ですぐまた切ってもらってテーピングし直して自分のグローブに手入れようと思ったら入んないんだよ腫れちゃって、はい、これ折れてるかなと思ってで行ったら折れてると。でも我慢したら先生出れますかと、はい、いや出れるって言うわけだ、はい、だったら出ますとそれだったらダメだって言うんだよね。それでこうギブスみたいな石膏みたいなの巻かれた時に、はい、5年続いた全試合が切れた瞬間に、はい、なんか自分の緊張のピーンと張っていた糸がね、はい、ピツンと切れたようなものを感じたわけ。ほんと気持ちがさすごい一瞬楽になってしまったの。はでも休んでる場合じゃないって言って、はい5日でギブスを切った。いやそれ、まあ、自殺行為ですよね本来。これでもうみんながナイターが始まったら室内で練習してた、はあ、でも痛くて痛しょうがない。俺でんですもんね、うん、だからあの時にねデーブね俺、はあ、もうちょっと自分なりに緊張の糸が切れたんだったら、はあ、もうちょっとその切れた糸を早く結ばないで、はあ、もうちょっと時間をかけて、はあ、こう休んで完璧な状態で出る余裕っていうものがねバースがダメだという、はあ、そういうものがあったので、はあ
その阪神ファンの厳しい時代だったから、はい、自分の中で早く緊張力と結びすぎたな。だからまたそう硬くなると切れやすくなるやん。そういうことなんですね。それでやっぱりこうダメだダメだダメだっていう中で、はい、自分のやってる野球っていうものがファンの方の期待する野球が今できるような状態じゃないなと、うん、4番打てるような状態じゃないと、はい、で6番とか7番を打って野球やるということはしちゃいけないんじゃないかと自分で思ってたわけ。そうでしたね。その掛布さんの存在はですね、だったらその自分なりにそろそろ決断しなきゃいけないかなという頭をよぎった時に、やっぱ一番近くで見てたのはうちの女房だから、はい、でうちの女房がもうパパいいよって言われたのよ、びっくりしちゃって、突然だよ。家帰ったらですか、もう無理しなくていいよって、十分頑張ったじゃないみたいなことをね、その時に新聞に掛布6番降格だなんだいろんなこと書かれたわけ、ファーストにコンバートだとかなんとかでもうすんごいぐっちゃぐちゃにされてしまって、だそういうものをずっと俺何も言わずに耐えてた部分があるんでね、それをずっと見ていたうちの女房がもういいんじゃないのというその一言が俺を決断させた。だから亡くなられた衣笠さんがよく言われるんだけど、はい、お前に優勝させるべきじゃなかったなって言われてる、いつも言われてた。まあ野球に満足しただろうって。だからあの時西武に負けといた方がよかった。でもまあそれでやっぱりね、でもね、今もこう太っちゃったけど、あの現役時代の体のサイズで、はい、やっぱ40本打ちに行こうだ、これ言い訳になっちゃうけど、うん、40本打ちに行こうだとかこうやろうっていうのは相当やっぱ体無理があったと思うわ。そうでしょうね。あれですかね、その、まあ、安倍パパ情報だと、うん、やっぱり、もともとは、ヒットを打つタイプ。そうよ。高校時代。その、中距離ヒッター。なんで右中間、左中間を、抜いて、二塁打とか、三塁打打つタイプだ。だから俺、公式戦でホームランデビューゼロだもん。高校野球の時。高校野球の時。公式戦は。あ、公式戦はですね。ゼロ。その代わり、二塁打、三塁打、すごく多かったの。だからまさか俺がね、プロに入ってホームランなんて取れるなんて思ってないよ。その頃ですね。なんか、その、またこれも安倍パパメモだと、掛布さんのお父さんが、高校の野球部の監督だった。千葉翔の。千葉翔ですね、その影響ですごくいい野球やってたのと、で、やっぱり、習志野高校時代、さっき言った阪神の時は、やっぱりみんなが困るから遅く来て早く帰るだったけど、あんなに T やってるやつはいなかったっていう。 T はすっごくしてた。1年の時から先輩がいなくなってからね、それやってた。安倍は親父は容量いいからね、安倍パパ容量いいんだもん。すごい体のサイズだとか、可能性を考えたらね、俺なんかよりも全然安倍パパの方がすごいと思うの。ね、その当時ですね、俺のが振ったよなみたいな。掛布さんがじゃあ野球を始めたのは影響はお父さんなんですか。親父がね、千葉翔の監督をやっている時に、はい、甲子園の出場をかかったような試合の時にね、はい、両校の応援団が、はい、なんか打球のファールかフェアかみたいな審判の判定に怒っちゃって、ちょっとなんかグラウンドに流れ込んでね、なんか高校野球でですか。高校野球で。その責任を取ってなんか親父は辞めたっていう話聞いてるんだけども、まあ、そういう過去があるんで、男の子一人ぐらいは自分の行けなかった甲子園に行かせたい気持ちはどっかにあったようだね。そのレールに俺は乗ったのかもしれない。家帰って小学校からですか、野球は。そうだね、3年生ぐらいぐらいから、うん、でもその時お父さんはまだ高校の監督いやしてるもしてるやってないですね。もう家で天ぷらあげてたね。ああ、小料理やったから。ええー、うん、ただね、うちの親父はね、野球だけやるとは言わなかったんだよね。で、小学校の時剣道やりたいと、はい、だ剣道やらせてくれたし、はい、で夏になれば水泳やれて、水泳やったりだとか、サッカーやったりだとか。だから小学校の6年間っていうのは野球を中心にしてたけども、いろんなスポーツを親父やらせてくれた。だからちっちゃかったけども、意外にバランスが良かったのが。そういうことなんでしょうね。いろんなスポーツさせてもらったからかもしれない。そうなんでしょうね。特に、これをやっちゃダメっていうのは言っちゃいけないっていう。なるほど、そうだよね。今証明されてるみたいで。お父さんそれを知識が医学はない時代なのに。ないけども、だから俺がね、はい、でも小学校入って、俺は箸左で持つの。右投げだけど。箸は左なの。銃は右なんだけど。はい、で、小学校の時に、じゃお茶は持つ手は、箸を持つ手はって人と逆じゃない。そうですね。ね。1年生。ほいで、掛布君はなんで逆なのみたいな、なんか言われて、なんか泣きながら家に帰ったようなんだけど。なるほど。みんなと違うって。違うって。自然に左になっちゃった。左になったなんて。
で、うちの親父が分かったって言って学校に行ってくれて、はい、これみんなに迷惑をかけるんであれば、はい、右で持たせますと、はい、みんなに迷惑かけないんであれば、はい、子供の好きなようにさせてくれないかって言ってくれたの。だから今デーボが言ったように、はい、これをやめなさいとかってことは俺親父に言われたことないんだよ、ね、今でも左ですか。今でも左だから、それがでもね、俺ね、左腕の感性とか、そうなんですよ、左腕の強さっていうのは、うん、日常の中で左腕を使ってたからだと思う。そうなんですよね。あの、うん、作られて、ちょうど僕らが二軍監督時代、そういう時入ってくる子たち、ライオンズの時もそうですけど、うん、やっぱり一郎松井に憧れたお父さんたちが、はいはい、無理やり右投げ左にさせちゃった。左にしちゃうでしょ。うん、そのバッティングやっぱこっちが全然こう、弱いよね。不器用で。うん。だから僕、ヤンキース時代の松井選手にね、はい、そのいろいろ取材した時に、その左中間へのホームランが打ちたいと。はい、で、掛布さんはなんでその向こうに強く打球飛ばすことができたんですかって聞かれたから、はい、いや俺は松井、子供の頃から左でいろいろ箸を持ったりいろんな左手を使うようなことをしてたんだよと、はい、だからトレーニングとかそんなしないで、はい、左腕の感性と左腕の強さがあったと思うと、はい、これもすごく俺は両親に感謝してるって言ったことあるの。おこがましいですけど、掛布さんっていう人だとちょっと言いづらくなんですけど、掛布という選手のフォームを見ると、指導者として全く左投げ左のうちの人が打ってる打ち方なんですよね。そうだよね、こっちかな。ぐらっとこう仕込んでね。こうちゃんとやっぱり作られたのはどうしてもこう右手が強くてこう行くからね。ここが多くてどう矯正するかが。だから特にそれでまた我々の時代っていうのはね、はい、前の手を大事にしろって言われた。あ、言われたっすよね。言われたんだろ。言われました。今後ろだろ。僕はもうずっとこう右手だと思って。そうでしょ。ゴルフも右手打とうと思ってるって。ああこっちで、はい、ジャンボ尾崎さんも、はい、ゴルフは右腕の感性だって言ってたわ。やっぱそうでしょうね。だから俺もね、そういう意味で、だからそれいい意味ではやっぱ山内和弘というね、はい、バッティングコーチと、はい、中西太というバッティングコーチ、はい、この2人の出会いっていうのが、やっぱりこの左腕の使い方だとか、そういうのを教えてくれたんだと思うな。でその以前のはもうお父さんが変えないでくれた。これ親父に本当感謝してる。はあ、うん、だから握力も現役の時73-73ぐらいだったの。全然変わらなかったの。だから左腕っていうのは普通の方の右投げ左打ちとちょっと俺感覚が違うと思うよ。違いますもんね、打ち方が。うん、やら中学は普通の中学です。普通の中学。野球部に入ったんですか。野球部に軟式だ。軟式だよね。でも弱いチームだから、はい、すぐ負けて、高校なんてそんな引っ張られるような選手じゃなかったから。で親父は千葉商の監督してたということで、はい、千葉商って言われてたんだけど、はい、中学3年生の時、いや3年間っていうのは親父が野球部の監督のような存在でいたから、はい、なんか先輩から親父がいるからうんぬんってすごく言われてたわけ。あ、だそれが嫌で、高校は親父と関係のないところに行きたいと、それで俺の中学の同級生が堀越に出たんで、はい、堀越に行こうかな。でもちょっと遠いなあれ、竹内さん、その当時住んでた千葉のどこなんですか。千葉市内。本当に千葉市内。まあ、ちょっと遠いですよね。遠いでしょ。中野の方まで。堀越ね。ちょっと遠いなって。そしたら偶然、はい、あの千葉の駅でね、はい、俺の中学校の先輩が習志野に行ってたわけ。一人だけ。その方とばったりやったわけ、はい、野球部ではないんですか。その野球部。はあ、それでその方が、お前高校決まったのかって言われるから、まだ決まってませんって、はい、うちに来いと、いい学校だぞって、ちょっと監督にちょっと一言言っといてあげるわみたいなことは 言われたんだけども、はい、普通に入試した。入学普通にテストを受けた。へえ。だから俺落ちたと思ったもん。まだ受験番号67番、覚えてるよ。俺な、ないんじゃないかなと思ったら67あるよって。もう普通の生徒だったんですね。普通の生徒だよ。あのミスター大学じゃないよ。もう普通の生徒だよ。デーブ電気で調子者の先輩やって、そう67はあるかなっていう。ああもう嬉しくてね。あったわ。あったもう普通の、だから高校に受験する、落ちるか落ちないかギリギリの野球で引っ張られるわけでもない。引っ張られるわけでもないし、だから野球部の説明会なんかあった時も全然だよね。まあそれは何人かほら引っ張ってくる人いるから、習志野だから。
俺らが背もちっちゃいし端っこの方で座ってですから、ね、そうだからまだデーブ覚えてるのはね帰りの電車の中でうちの親父が、はい、もう俺正幸って言うんだけどもちろん知ってますね正幸、はい、レギュラーにはなれんな無理だと小さいから全然違うのそれ何ですか特殊なのあったって帰りですかあったそうそれでうちらにはでもなとまあ親父も高校の監督してたから高校の3年間の野球ってのはやめずにやってくれってやっぱ野球がなんか素晴らしい財産をお前に何か作ってくれると思うよみたいなそういうニュアンスのことを言われたのはすごい覚えてるただ俺は野球やりたいんだとそれでもレギュラーになれないよっていきなり言われたのなデーブ今まで完全にお父さんがぜひやらせてくれたりケンドやらせてくれたりいきなりこんなでかい人間見たらやなうちの親父がいきなり無理だったそれはさもうちょっと頑張れって子供の牛で叩かなきゃいけないんじゃないそれどれは思うよそれ吉本新喜劇投げですよねいやでもそれ誰もからやってくれてた本当うちの親父もさ、ええ、そこまで中学校の時バッと振ったりね、ええ、いろいろやっててだよ鉄の下駄を履いて銭湯に行ってこいとかね星ヒューマみたいなそう朝起きたらあの大リーグ妖精ギブスみたいなさなんかわけわかんないのあってそれつけて学校行けとかね、ええ、そんな、ね、まあ漫画みたいなことやってた親父がいきなり高校行ったら無理だって言われてもなでも俺が困るよって聞いてみたいですよね、うん、本当に無理だって無理なのかなとでもねあの1年生なんてもう玉広みたいなもんじゃない、はい、でパッといろいろキャッチボールしたりだとか、はい、そう見た時に、はい、あれもしかしたらみたいな感じるよねあだ自分で腕相撲した時にいけるかもとかっていうね、はい、ありますねパッと見た時にバットスイングだから、ねはい、あれ俺のがすごいんじゃないみたいなひょっとしたらこのでかい連中に勝てるかもしれないぞとそれであの1年生だけのティーバッティングなんかやるような時間があって、はい、そのティーバッティングだよ見てた監督が俺に背番号くれたの、はい、いきなりですかいきなり18番へえいやだからびっくりしてそれな夏の大会ですかね夏の大会の前だよ、うん、メンバーゲームやる時の番号もらったんですか番号もらっただから奈良市ので1年生が背番号もらうのは珍しいって言われて、うん、もう一人鳴島というね、はい、これはもう超特待生ピッチャーで、彼が17番どれが18番 で、はい、で1年生から夏のその県予選のベンチに入れてもらったのよ、まあ、だって千葉県で習志野高校ってのは当時から名門中の名門ですよねベスト4ぐらいには大体行くような学校だったからね、はいはい、まあだから俺にしてみたら親父やったよっていうのがさ千葉千葉もらってそうやったよって見せたこれあなんかお袋に背番号縫ってくれるってあそういう時代でしたねそうそういう時代から、だからそれがすごく誇らしげだったお父さんと親父これはあんたできないんだけどそうそう番号だそうそうそうお父さんなんか言ってました そしたら親父もさ急に学校の練習見に来るようになったでほら監督してたって過去があるから野球部の監督も知らないわけじゃないそりゃそうですよねで習志野のね阿部パパにも聞いたことあるかもしれないけど、はい、1年生2年生の時の監督だ怖くてすごかったみたいですよね毎日叩かれたの当時は毎日俺はねヒット打たなきゃ叩かれてたから4打数3安打しても1回打たれたらふう叩かれるんだよすごいですよねなんかすごい理不尽なところに来てしまったんだなと思ったんだけど、でうちの親父が来るとねその監督が静かになるわけだから3年生のキャプテンの方が「掛布毎日お前の親父来るように言ってくれ」できればグラウンドに下ろせって俺はやでやでねそれが。それが嫌で習志野に行ったわけだから、3年生に下ろせたと俺は嫌で ですよね。あのこれも阿部パパメモだと年齢を重ねてきて今これ見てる方もどういうお父さんだろうと思ったら、うん、今の掛布さんの
この表情に本当に親父そっくりになってきたって言ってました。あ、俺がでしょ。そうそうそう、ほんとこんな感じみたいですよね、うん、でもただねデーブね、はい、うちの親父は一番最初に言ったように何々はダメ、はい、何々はやれってのは言われたことない。俺からやる、はい、俺からこれやるから、はい、俺からこれやるから、はい、そういうものに対して一番の協力者。そうですね、いつも隣にいてくれた。そうですね、はい、それ例えば僕母子家庭で育っちゃったんですよ、はい、もし掛布さんがそういう母子家庭という環境だったら、うん、今の掛布さんいないかもしれない、ね、いないかもしれないな。そういう意味ではまあ、デーブには申し訳ないけどもね、親父がいてくれて、親父がそういう、まあ、教育者というか野球部の監督も経験するような、そういう存在があったから、やっぱ今の俺はあると思うんだよ。そうですね、でうちのおふくろはそういうものに対して一切何も言わなかったから、その親子のお父さんを黙ってなんかこうお弁当作ってくれるのはおふくろだったから、まあ、そういう意味ではいい親父とおふくろに恵まれたかもしれんな。そうですね、叩かれたことはないからの俺は。あ、一回だけやろ、中学校の時。一回だけ。うん。それ以外は。何かやっちゃったんですかね。いや、これはね、うちの親父のノックってのは、はい、俺サードも持ってたの、はい。サードからファーストまで、はい、ノーエラーで行ったら一回で終わるんだよ、はい。ただノーエラーで終わるわけないだろ。そうですね。それたらね、セカンド守ってるね、はい、同級生が、もうずっとエラーするんだよ。で、またサードから始まるじゃない。それに対してね、でも俺ちょっとふてくされちゃったの。俺はエラーしてねえよ。ねえどに、なんだお前みたいな。そしたら親父が鬼の形相でサードまで来て、うん、強烈な背負い投げだよ。背負い投げですか。やけやめなーってバチッって帰れって。それ中学の時。中学の時。シーンだったらしいんだけど、俺を涙流しながら、今なんかサードベースにしがみついてたらしいんだ。覚えてないんだけど。それで泣きながらなんかノック受けてたらしい、それがもしも家に帰ったりその場から逃げていたら親父は野球やらせなかったって言ってた。あ、しがみついたから、しがみついた。でもその親父が無理だなって言ったんだって。そんなにチーム相手からやってんのにさ、もう正幸無理だな、まあまあ野球は3年間やれってこういう感じだよ。やっぱりですね、阿部パパも新之助を、うん、俺はね1回しか叩いたことないって言ってるんですよ。そんなことはない、ないですよ、ね、ないどちらかっていうと、まあ俺はね、まあ、阿部パパの存在ってのはね俺にとってはすごく頼りがあった、長いがあったわけ、俺はね下の子に手を挙げたことないのよ、でも阿部ってのはもうそういう怖い存在だったから、暴れん坊当時ですからね。そうそう、暴れん坊将軍だもん。だからもうやめろよっていう俺がね、もういいよってバランスが取れてた、バランスが取れてたの。だから俺は本当になんか悪い役回りをねしてもらって感謝してるのがキャプテンだったから、俺はもう説教あるって先に帰るって言ったタイプだから、これだからみんな阿部もお前がいなきゃダメだろって、もういいよ俺帰るわっていうタイプなのよ。だからそういう意味ではすごく感謝してるの。なるほど、彼も暴れん坊将軍の存在っていうのはね。でその高校時代にやっぱりプロ行けるってのはもう3年ぐらいの時思った。いやもう全然でもない、まだ思ってないですか、うん、2年生の時にね、その俺の1球目の宮内さんっていう、はい、左投げ左打ちのバッターでピッチャーもやってたのよ、はい、その方がちょっと注目されてたの、はい、でその方を習志野に見に来たヤクルトのスカウトの方が、はい、あの小さい左バッターは何年生ですかって聞かれたのが俺だったんだ、はい、で2年生ですと、はい、だったらもう1年あるんですねって3年目に見に来た時に、はい、あちょっとバッティングが体の割に大きくなりすぎましたねみたいなこと、やっぱり大学とか行った方がいいんですかねみたいな話で、まあ、スカウトの方は帰ったらしいんだよ、うん、でも俺の気持ちの中ではプロ野球選手に対する憧れがすごくあったので、はい、野球できないかなって言ったら親父がいろいろなその知り合いを通じて阪神の練習に参加させてもらったのよ。そんなことができた時代なんですか。いやできないよ、やっちゃダメだよ。できない、時効だから喋るけどさ。さすが、でも俺まあいいわ、高校3年のね10月ぐらいだったかな、はい、1週間か10日ぐらい、あ、もう野球部引退ですもんね、引退してて、実際でちゃんと学校の方に断ったのよ、はい、で俺出席はずっとしてたから、はい、まあ、勉強はしなかったけども、はいはい、だから学年主任の方だとか担任の先生も、はいはい、もう出席日数が足りますし、大丈夫ですから、じゃあ10日お父さん
あのそういう夢があるんであればね、はい、息子さんそういう経験もいい経験だと思うからということで、はい、10日間学校の方もちゃんと確認して、あの阪神の練習に参加させてもらった、はい、その頃は鳴尾浜ですか。もういやいや、もう甲子園球場、甲子園で練習、2軍の練習だけどね。はあ、第2球場なんてない時代だから、2軍も甲子園であの朝練習させてもらってたのよ。はい、でそれで10日間ぐらい一緒に、真っ白にユニホーム着てですか。安藤さんの、ね、はい、背番号9番だったんだけど、安藤さんの背番号ユニホーム裏返しに着せてもらって、ね、それでだから走ったりなんかしたことはないのよ、はい、本当に2軍の方たちと同じメニューをこなす形でスカウトの方が見てたらしい、はい、普段肩がちょっと強くて、はい、多少そのバッティングが面白かったらしいんだよね、はい、10日ぐらい経った後に、まあ、阪神が取ってあげるよっていう話になったわけだよ。はあ、これ嬉しいよな。すごいすごい逸話ですね。すごいだろ、その話だ。本当はだから大学か社会人に行くつもりだったの、はい、でその10日間の練習終わった時にスカウトの方が、はい、まあ、川西さんという方が、はい、もう亡くなられたんだけど、はい、その方が、まあ、プロでやる気があるんだったら、はい、あの大学社会人の誘い断って構わないぞと、はい、もうお父さんに相談してこいって言われて、はい、で千葉に帰ってなんか阪神が取ってくれるらしいんだけどと、はい、プロにて構わないかって言った時に、もうお前の人生だから、はい、大学行かせたつもりで4年間時間あげるわと言われて、いや嬉しかったんだけどね、自分の気持ちの中では、はい、こんなちっちゃい体だし、はい、プロ野球選手になれるな、なれるなんて思ってない俺がなったわけ、はい、でもその中で自分が感じたことは、はい、大好きな野球をここでやめられるなと思ったんだよ、はい、うん、プロ野球でダメだと言われれば、はい、諦めがつくなと、あ、やりきったことができる、やりきれた、やりきった感じ、それはね、自分の野球のゴールみたいなものを求めてたのかもしれない、ね、あ、そうなんでしょうね。そんな18歳産んでそんなこと考えられないって言うかもしれないけど、考えたんでしょうね、自分の中では、はい、プロに入ることがもう自分の野球のゴールなんだっていう、だからその後っていうのは本当にあの俺にとっては夢のような一軍での野球だったよね、うん、だからでそのこうなられた時に山内さんと中西さんの太さんの話で、はい、あったじゃないですか、はい、入団した時に最初はまあ一軍とか、いけないけど、だから俺は1年目のキャンプは秋に行ってないから、高知にで甲子園に居残り、あ、その当時ですね、第二球場もないから、はい、6、7人甲子園に居残りがメンバーがいるわけ、はい、その中の一人だったわけ、はあ、じゃあほとんど一軍連れてきますよね、行くからね、甲子園で打ってたりなんかしてたんだけど、はい、で掛布を秋の方に呼んだらいいんじゃないですかみたいな話は何回かコーチ会議で上がったらしいんだけども、はい、当時の金田監督が、はい、こっちに呼んだって球拾いの雑用させられるんだから、はい、好きなだけ甲子園でバッティングさせとけって言ったらしいの。で甲子園の居残りコーチの方がずっと付きっきりでいろいろやってもらったわ、はい、2軍のオープン戦で結構打てちゃったんだよ、これで俺、あ、そうですね、その頃自分から落ちてきた人でメンバー組んで組んでやるから、今もそうですもんね、そうそう、最初2軍試合できないですもんね、うん、あの人数最初できない、はい、キャンプが終わって、ね、そうですね、まあ、2軍が試合できるメンバー揃えるじゃない、そうですよね、それでまあ出させてもらった時に結構ヒット打てたのよ、そしたらいきなり何回とのオープン戦が終わって甲子園に戻ってきた時にまだ甲子園の1軍のオープン戦があったわけ、だすぐベンチに行けって言われて、8回の裏だったかな、代打で、でフォアボールだよ、それからちょっと1軍に呼んでもらったり、こういう形だよな、トントン拍子っちゃトントン拍子ですよね、それでまあよく俺も話の中で言う藤田平さんという方がオープン戦休むと結婚をするからって、その時代ですか、ないだろう、3月の、そう、いい加減にしてよ平さんと思ったら、メジャーリーガーじゃない、その時代にですか、その時代にだよ、俺がだから昭和49年だよ僕そこで7歳か、そうでしょ、結婚するから結婚するからゲーム休むみたいなね、はい、まあ、そういう話しか聞かされてないんだけどショートだから、はい、いません、パパ情報だと掛布さんショート、ここショートだったんですね、うん、で野田さんっていうね、はい、セカンド守ってる方のお父さんが亡くなられたの、はい、俺人の不幸を喜んじゃいけないんだけど、まあ、我々出ろとするんですね、そうそう、で藤田さんと野田さんがいなくなったことによって二遊間が開くわけだ、その時に俺に声がかかったわけ、太平洋クラブライオンズだよ、あ、相手がですね、相手がで東尾さん、で2本ヒットだ、はぁ、
センター前とレフト前の。これがだから当時の金田監督の目に留まって。もちろん止まっちゃいますよね。うん、で、次、日生球場で近鉄とのゲームに、もう一回掛けを使ってみようと。はい、今度サードで、4-4打ったの。考えられないですね。それだから近鉄の西本さんが、はい、西本監督が、俺のバッティング気に入っちゃって、あの子をくれと。伊勢を出すからみたいなね。なんかそんな新聞でなんかそれはすごく印象があんの。西本監督がベタモンくれだと。くれって。くれ、あの子をくれと。うちは伊勢を出すみたいな。やりっぱなしみたいな。そう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 。そうですね、それ。そういう時代だからね、でも。そりゃそうですよね、うん、結婚で10日休む2000本安打の方もいる。そうでしょ、それが結婚でオープン戦休んじゃうんだから。で今度4-4打ったら4打ったくれくれって。西本さんあの掛け布が欲しいみたいな。で青田昇さんが敷布だかなんか掛け布団だか分かんない変わった名前の子が、はい、いいバッターがいいバッターがいるらしいなみたいなことをテレビで言ってくれたりして、それからだよね。その公式戦はじゃあその年1年目じゃないですか。1年目19歳で、うん、試合はじゃあ結構出だしたんですか。公式戦公式戦83試合そんな出たんですか。うん、1年目からだから2割3厘が2割4厘でホームランが3本が4本だと思うわ、はい、で佐野さんっていう方と、はい、右が出たら俺が出たりだとか、はい、左ピッチャー来たら佐野さんが出たりだとか、そういう形の中で佐野さんと俺がお互いにね多分ね80か983佐野さんもうちょっと出たかな、いやそれからだよな。だからあの2年目からだよね、俺レギュラーの野球がスタートしたのは。掛布さんの それまで のバッティングの自分の考え方と、プロ入って何か変えてったものはあるんですか。ちょっとバッティングがね、今の佐藤にちょっと僕高く構えたんだって。それをね、二軍の監督の谷本さんという方が、はい、お前そんな体が小さいのに、こんな高く構えてたら、バットがブレるからスイングが、もうちょっと低く構えてバット寝かせなさいって言われたの、はい。お前のサイズだったらそういう、だからそれぐらい。はい、あとは、変わらず、そういう形でティーバッティングをして、バット振っただけだな。もう振り続けたね。その当時ウェイトトレーニングってないじゃないですかね。ただ砂袋をこう巻き上げたりだとか。ああ、これはありましたね。そういうのあったでしょ。ありました。うん、そういうのはやってた。合宿に帰っても。へえ。いつの間にそのホームランっていうのを。いや、それはさ、でも、俺もね、わけわかんないんだよな、その時点だったっていうのは。ないですか。入団して、その3年目のシーズンに、はい、2年目のオフからな、山内和弘さんがバッティングコーチで入ってくるわけ。はい、で吉田さんだから監督が、はいはい、でその2人の方に、まあ、守備は吉田さんだよな、はい、と安藤さんと徹底的に仕込まれた、はい、それでバッティングはもう山内さん、はい、で俺合宿所にいるでしょ、はい、山内さんも合宿所にいるから。あ、そうなんですか。で俺大体野球がない日だとか、はい、まあ、当然オープン戦の3月だよな、はい、あの時で合宿所に戻ってくるわけじゃない、そうですね、で夜食事をして、はい、大体8時ぐらいからバット振り出すんだけど、はい、まあ、大方1時間ぐらい経った頃に、はい、やめようかなと思った頃に山内さんが屋上上がってくるわけ、ゴルフクラブ2本持ってなんでゴルフなんだよっていうバット持ってくるよ。そっから鉄血指導始まるのかと思った。ゴルフクラブ振ってんだよ向こうで。いや俺いつお疲れ様でしたっていうタイミング一知るよね。でそうだろ、でお疲れ様でしたあったらちょっと待て、はい、それから1時間この2本のさ、ゴルフクラブをね、ストライクゾーンにこうして、ここをかけ抜けってわけ、こうやって、はい、それ1時間だよ。じゃあ様子を見てたんですね、山内さんは滑りどんなスイングしてんだみたいな。当時はダウンスイングっていうのが全盛じゃないか。僕ら入った頃上からって言われましたから、上から叩け上から叩けって、はい、まあ、とどれもスイングも上から叩いてたんだけど、はい、山内さんはこのボールとバットが当たるところはこうレベルなんだと、はい、レベルに振りゃがダメだって言って、はい、このゴルフクラブの間をバットレベルに振りなさいって、はあ、それを延々させるわけ、でその中でスイングは上から振り下ろすようなイメージでいい、はい、ただここは高レベルなんだって、この練習をしていけば自然にボールを当たるときレベルになるからっていう、はい、それをね徹底してやらされた。これがね俺にとってすっすごいいい方向に向く練習だった。それが長打につながってつながった、ね、これだけだったら無理だよね。ああ、そうですよね。
だから山内さんのあの当時のね、はい、まあ、いわゆる俺はテスト生だからいろんなことテストされてたんだな、はい、なんもうこうモルモットみたいなもんだよね。どうなるんだろうって、どう変化していくんだこいつはという。でもやっぱり寮生でなかなか自分でバット振りに行く寮生もいないですからね。いないよね。それだから山内さんもちろん見てたんでしょうね。見てたんだと思う、まあ、当然あの屋上の電気がつけば掛け布が振ってるなって分かるから、はい、それを確認して30分1時間ぐらい経って上がったらいいだろうという。あ、そうでしょう。だからもう時間をずらして山内さん気づかないでやったらやろうかなと思ったけどやっぱダメなんだよ。だから、はい、そういう部分での山内さんの屋上でのああいうオープン戦の時期に振ったそのレベルスイングっていうのが後々やっぱホームランにつながってるのかもしれない。そうですよね、うん、それとは掛布さん手袋あの頃みんなスプレーもあったし、掛布さん素だったじゃないですか。これはねやっぱね王さんが手袋してなかったじゃない。してなかったですよね。ね、そういうものに対するなんかこう憧れみたいなのがあったのと、まずはですね。うん。それと手袋するとね、こう詰まったり色した時細工ができないんだよ。ガチャってなっちゃってますからね、ちょっと緩めるだとかあるでしょ。ゴルフでもなんかそういうのあるでしょ。だそれと同じで手袋しちゃうとね、こうロックしちゃうみたいな形で細工ただバーンって振るだけになるじゃない。ちょっとスイングの中でヒュッと抜いたり、そういう細工ができるっていうのを感じ出したわけ。あ、これも山内さんとこうスイングしたり打ってたよね。はい、あの頃自分でそれ感じてたよね。みんなスプレーしてグリップ強めるっていうんでみんな滑らないみたいな。そうだよね、強く握るために。そういうことさ。そうだよね、だからそういう部分ではこっちの後ろの手のなんかまあ断るけどごまかし方だったら押し込んだりだとか、そういう左腕を使いやすくするのは手袋しちゃダメだなと。うん、それはそう感じだした。松井も気をしないしないですもんね。あれ掛布さんの憧れですね。阪神ファンじゃないですか。そう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 。いや彼もこれしないでしょ。しないです。あの篠塚もしなかった。あ、しなかったですね。こっちだけ手袋。はい、こっちはしっかり握りたいタイプなんでしょ。あ、そうなんですね。うん。それとやっぱりね、俺はそのスイングをしてこう自分の豆を作っていくじゃない。はい。その豆ができてきた初めて自分のグリップがしっくりくるんだよね。その感覚ってのをすごく自分で感じておきたかったんだよね。バット握った時の、あ、打てる打てないっていう感覚。手袋をする人ってさ、握った時に打つ打てない感覚ってあるのかな。ある。野球はその特に外国人がやるこう松やりのスティックやる人があるやる、ね、脳幹ですよね。うん、そうだよな。ドカンってそのガンだよね。感性がある人はやっぱりこうスプレーしてロージン塗ってちょっとこうぬるぬるっていう、そこでちょっと感じるわけだね。そうですね。だから俺はあのゲーム前に自分のこうバットを持って、はい、あ、今日打てるわこれって思う時あるわけ。だから誰も言わないの、自分と話してるだけだから、自分の感覚を自分でどういう答えになるかってことを試したいだけだから、手のね、あ、今日打てるっていうとやっぱり4打数2安打の1本ホームランとか4-3とか、そういう感覚で自分のゲームが終わった時って車で家に帰る時はすごく楽しいんだよね。あ、俺の感覚ってのは間違いじゃなかったみたいなことを、なんかそれをなんかすごく楽しんでた部分もある。あの三ツ矢タイガーですね。三ツ矢タイガーもう憧れたっすよ。三ツ矢タイガー虎印ね。今日虎印、あ、虎印ね。ほんと、もう中畑さんはあのベンゼネベンベンベンで掛布さんが三ツ矢タイガーって、正直メジャーじゃなかったものを僕らの憧れの人が、そう、掛布さん千葉じゃないですか。もともと巨人ファンじゃないですか。どこなの。長嶋さんのファンだったんだね、やっぱり。で、我々千葉だからね、野球見るったら巨人戦しか映らないわけで、だから自然に巨人の野球しか見なくなるよね。だから俺やっぱ親父がそういうお店してたんで、お客さんがその後楽園のね、チケットがあるよって、息子さん野球好きだからこれ置いてくわみたいなお客さんが結構いて、で学校終わってすぐ行ってたね、練習だけ見て帰ったりしたことはよくあった。王さんのバッティングだ、長嶋さんのバッティングだとか、うわぁ、すげえな、すげえな、すげえなって言って、もうゲーム始まると同時に家に帰るみたいな、楽しかったな、あの頃は。やっぱりね、巨人、阪神、巨人、巨人、阪神ってやるときは、僕はトレードで戸様で巨人に行ったんですけど、はいはいはい、まあその掛布さんがサードやられて、日本一になられたときに入団で、はいはい、でライオンズの人のことはほとんど知らなかったんですよ、僕入団の時は。埼玉ってどうやって行くんだっけみたいな。茨城の僕でも思ったんですけど、
でももちろん巨人ファンで、はい、原のカーターとか篠塚っていう憧れ、はい、山倉みたいな、はいはい、でもそこと戦ってるあのバーズ掛布岡田っていう人たちの、はいはいはい、あこれが阪神甲子園球場なんだ阪神なんだと思ったんですね。で、あるでしょ。あったっす、うん、で巨人行って初めてゲームに主力として出た時に正直違うんですよ、その他球団とやるのとは。阪神とでしょ、阪神とやるのが甲子園でしょ。そうそうそう、これはデブだって王さんが言ってたから。俺たちの時代ね、はい、あの甲子園の巨人3連戦終わった、はい、次のカードの初戦は絶対負けてた、うん、勝てないの、疲れちゃってもうその 3連戦で。王さんも言ってたもん、はい、やっぱ甲子園の3連戦は疲れる。やっぱ掛布さんもやっぱ別な思いあったんですか、阪神巨人戦あの甲子園での。いやそれはねすごいぜホームだけどプレッシャー感じるよ。それ毎試合ですか。毎試合だぜ。あのすごい応援にしか僕らは聞こえてなかったんですけど、負けた時とかボロクソみたいですね。それはこんな角材がベンチだと思われたかとかグランドに銭形平次かっていうぐらいお金が飛んできて当たったりだとか、で甲子園球場のロッカーからこう出ていく時ちょっとガラスの窓があるんだよね、はい、そこがちょっと明るくなってる顔が外から見える時あるじゃん、はい、ぼやっと、はい、外一周を投げてそのガラスバンバン割られたりだとか、だからひどい時は、まあ、何連敗もするでしょ、はい、で俺まだ合宿にいた頃は、はい、合宿から球場に電話かかってきて、はい、かけをしばらく甲子園に置いといてくれと、うん、合宿の前が大変だと暴動が起きますと。ほんで俺11時過ぎぐらいまで甲子園にいて、うん、怖いで甲子園誰もいなくなったらまあほんであの外野の方から出してもらって、ぐるっと遠回りして甲府村の裏の塀を乗り越えて、寮長に開けてもらって入ったりね。まあ昔のその阪神ファンの方たちってのはなんて言うんだろうな、巨人戦に対するその気持ちってのはちょっと違うんだよね。違いますよね。まさに関ヶ原の戦いだったんだよねだから僕らは巨人阪神巨人で甲子園でやりました、うん、でもその阪神中日では見れないわけじゃないですか。だからどう違うもんか。あのね、我々の時代はね甲子園球場のアルプススタンドが開放されるのは巨人戦だけ。人が多すぎてですか。うん、入れないと思う。そうだからアルプスが本当にねあの解放されるのは阪神がもう5連勝6連勝っていう連勝が続いたりだとか、はい、あの優勝争いするだとかという時にだけ開けるだけであって、はい、当時はもう巨人戦だけだもん。4万人以上入るのは、あとはだいたい2万人2万ちょっととかね。そうだったんですね。江川がね初めて入ってきた時に、はい、あそういう状態だから、あの外野走れないわけその時に江川曰く、はい、長嶋さんが隣走ってくれた。そうだ、何も言えないでしょ。そうですね。だからねあの甲子園球場っていうのはね独特のやはりなんか雰囲気というかすごいですよね。すごいでしょ。揺れるようなねだ俺も最初はね初めての巨人戦ってのはなんだと思ってたのよ、はい、それで1時間ちょっとのビジターの練習があるでしょ、はいはい、それまでホームの練習ってお客さんそんな入ってないから、うん、それでいざシートノックって言ったらいっぱいあるんだよすごいですよね。それで江夏さんがピッチャーで俺その時ファーストで守らされたわけ1年目、はい、ファースト前の消費球動けなかったもんね、あのどよめきというかさ、あの揺れるような、おおすごいっすもんね。で目の前にポトーンと落ちて、まあ、怒られた江夏さんにもうね野球やめたいと思ったよ。怖かったの。江夏さんって昔からあんな感じですかね。はい、でもすごい優しい。優しいですよね。優しいの、すごい気を使ってくれるでしょ。あこっちこうなんていうの、恐縮すぎて困るぐらい。これただこう怖いのも、例えば江夏さんもこれ出てもらったんですけど、うん、わしはどうしたや、ここで時々 YouTube 何それみたいになって、そうそうそう、何時でもええぞっていつだよ、そうなんだよって言ってくれるんですけど、じゃあ江夏さんあの11時にお迎えに上がります、何時でもいいって言ってくれたんで、11時でお迎えでいいですか、バカ野郎早いわガチャって来てるみたいな、はい、もう一回大変申し訳ありませんでした、何時ぐらいですかっていうそうだね、ちょっとしたズレがあるんだけど、ね、でもすっごい優しい方で、俺がね一度ね、まあ、話ちょっとそれちゃうけど、
エナスさんが臨時コーチに2軍に来てくれた時にね、はい、コーチに、はい、その時にちょっと俺の知り合いの方たちと休みの前の日、エナスさんお肉好きだから、はい、コーチに美味しい焼肉屋さんがあるから、ご一緒しませんかって言った時に、エナスさんはね、いや俺若きこういう性格でこうだし、人に気を使えない男だから、お前の知り合いに迷惑かけるじゃないかと、いやそんな全然気にしないでくださいと、そういう方たちありませんからって言った時に、写真撮ってくれたりサインしてくれたり、すんごい気、だからその方たちエナスさんの虜になっちゃうよね。なりますよね、イメージが全然違うから。エナスさんがコロナの前はコンペやられてて、あやってるよね、はい、でコンペ行かれる時にどうしても僕その終わってすぐ出なきゃいけないのを伝えずにコンペ参加しちゃったんですよ。そういうのダメでしょ。めちゃくちゃ怒られたんです。そういうのダメなの。そこはお客様とサインしたり写真撮ったりがメインなんだって、 それができないなら来んなって、そういう、そうなの。あれも勉強になったんですよ。あ、そうだから俺はね、あの、まあ、これは、まあ、まあ時効だからいろいろ言うけどさ、はい、1年目とかに柳さんにいろんなことを教えてもらったわけ、はい、まあ、やらしい部分もね。まあ、大人としてのね、大人としてのね、そういうものを立ち振る舞いじゃないんだけど、はい、それがすぐ可愛がってくれて、で、エナさんがいろいろトレードで出て行ってしまったでしょ、はい、で、広島に戻られた時に、すっごく俺が怪我をして次の年だったんだけど、はい、心配をしてくれて、家に飯食いに来いと、はい、こいたら衣笠さん呼んでくれたりだとかして、いろんなこう野球の話をね、そういう場を作ってくれたんだよな。だもっともっとそのお前は成長するためにはみたいな、バッテリー間のその配球のなんかこう駆け引きだとかね、その絹さんがその全試合にずっと出てた時代だから、もっとまあ4番としてエラーも三振もね、全ての野球をさらけ出さなきゃダメなんだよと。そうなんですか。そういうこと言ってくれたの。お前はね、やっぱホームラン打ったりヒット打つことも大切だよと、声もかけ、三振する姿も見せなさいと、エラーする姿も見せなさいと、無様な姿見せろって絹さんがね、それでこそ阪神の4番じゃないかというのことを言ってくれるわけ。もう江夏さんは2エンド2の時のピッチャーキャッチャーのいろんなこう気持ちのなんかキャッチボールみたいなものを延々と説明してくれたりだとか、すごくその衣笠さんと江夏さんにはなんかちょっと違う感覚のなんかね、あので、まあ大先輩なんだけど、あの見てましたよ。で、山本浩二さんまたちょっとまた別なんだよね。ちょっと俺とタイトル争ってたから、大先輩なんだけど、ちょっとまた衣笠さん江夏さんまたちょっと違う存在だね。でも浩二さんにもあの宇野と37本でホームランを分け合ったことがあるんだけど、はい、その時浩二さんが広島遠征行った時に、はい、俺に「かけ、俺今年はもうダメだ」と、多分まだお前はタイトル取れるチャンスがあるよと、はい、取れなくてもタイトルを取る難しさを宇野に教えるのがお前の仕事だよって言ってくれるわけ。ちょっとかっこよすぎますね皆さん。かっこいいでしょみんな。いやいや、涙が出るぐらいすごい、すごいでしょ、みんながの今かけてるんだから。すごくいろんな大先輩にね、守られてたと思う。で、甲子園球場で3打席連続ホームラン打ったのよ。これで一塁、最後の4打席目はフォアボールで、で、水谷の陣ちゃん。もうこれも大先輩ですよ。ですね。これで水谷さんが、高橋さとしさんから2打席目にフォークボールをこんなボールでもガーンって打って、センターバックスクリーンに出たわけ。普段水谷さんがかけ、あの2本目のフォークボールは崩れなきゃ打てんな、崩れる勇気ってのがバッティングではすごく大切だぞっていうわけ。鬼のような鬼のようなじんちゃんで優しい人、優しいですよ。僕よく可愛がってもらって。そうでしょ、優しいでしょ。ただそういう逸話になるような話は一回もなかったです。熱のどうとか物が違った。王さんもその俺がねレフト前にパーンちゃんとヒット打ったわけ。でプッとこう一塁にいた時、王さんが、はい、いつあんなバッティング覚えたのって言われたの。その一言でさ、デーブ、いや、あの王さんが俺のバッティング気にしてくれてたんだって。そういう形ので育ててもらったこともすごく俺にとっては先輩の方たちには感謝してるよ。何代後まで松代まで残る逸話ですよね。そうでしょ、はい、そういう、その掛布さんと皆さんのやり取りですよね。だから田淵さんなんかもね、
田淵さんも江夏さんもすごい阪神愛してるから、あの2人の方は当然立場の日本もから去っていくわけだよね、はい、で田淵さんが最後に電話してくれた時は、江夏と俺はこうやって出て行ってしまうけども、はい、お前は最後まで縦島のユニフォーム着なきゃダメだぞって、去る時にだよ田淵さん、俺と江夏は去っていくと、次のターゲットはお前かもしれないってわけ。なるほどですね。お前も出されるような形になるかもしれないと、でもお前は俺と江夏のようになっちゃダメだぞって、最後まで縦島のユニフォーム着続けなきゃっていうことをね。だからいいだろう、すごいですね、恵まれました。恵まれたっていうか、まあ加計さんの人間性がそうされ、いやいや、まあ、そういうことないんだろうけど、ただ俺はね、あの野球にいろんな嘘はついてきたけど、野球だけは嘘ついたことない。なるほどですね。うん、それはやっぱり、今の巨人軍の原監督たちと同じ一緒にやってきた中で、やっぱり彼もそういう嘘のない野球でやってきたから、からそういう部分では、同世代だとか、ちょっと前後のね、方たちに関しては、まあ、すごくいい形で野球の話ができるよね。掛布さんが現場戻られるまで、だいぶ時間あったじゃないですか。で、その間のお店やられて、はいはい、あの頃の僕らの情報だと、掛布さんは億万長者になってると。そんなこと、あ、まあ、一時期あったよ。はい、うん。すごいぞと、うん。っていうのもあり、だからみんなその、商売の方で戻れない、戻らないんじゃないかっていうのも。ああ、だからそういう部分もあった。だから一時期はすごく、まあ、まあ、そういう時代もあったんだけど、やっぱいろいろ手を広げていくとやっぱりね、痛い目に遭う部分もあるでしょ。まあ、これはまあしょうがないことなんだけど、はい、その中で、まあ俺自身もそのユニフォームを着れるなんて思ってなかったんだけどね。そうなんですか。僕らは今でも思ってるんですよ、みんな。掛布さんが、掛布さんが阪神の監督をやらなきゃいけないってやる人だっていうのはみんな思ってるんですよね。中村克弘さんというね、はい、あの千葉の先輩の方が、はい、阪神の GM をやられたりだとか、はい、その当時の阪神の社長の、南さんという方たちだとか、はい、そういう方たちができれば掛布をもう一回グラウンドに戻すようなこう考えた方がいいんじゃないかみたいなことが話が出たらしいの、はい、その時ちょうどね、横田という、はい、そのドラフト2位でちょっと左の長距離バッターを取ったんだよね。あのあれですかね、ロッテにて横田さんの息子さんですよね。息子、息子、でその時に中村和弘さんがあの横田をどうしてもやっぱお前のようにものにしたいんだけども、ちょっと協力してくれないかということで、その育成コーチみたいな形で、はい、手伝ってくれっていうのが一番最初の話だった。あ、もうそれ やめられてもう20年近く経ってましたもんね。うん、もう20年ぐらい経ってるよね。でまたその時縦島を着るようにの時の気持ちってどうだったんですか。いや、これはね、ちょうど金本監督、それもだからユニオンはもう来てなかったから。あ、そうですよね。うん、で、金本監督になった時に、金本監督が、掛布さんをそういう形のサポートするコーチじゃなくて、はい、常時そのユニオンも来てもらえるようなポジションで、はい、こうやってもらうことできないんですかね、みたいな話があったんだって。はい、まあ、それが二軍監督で ポストだったらしいんだけども、まあ、その時に、俺と同期の古谷という、はい、が監督してたから、あ、日本ハムの、日本ハムの、はい、だからその古谷を押しのけて僕は嫌ですと、あ、まあ、それ結構ですからと、で金本監督のようにあの若返るわけですから、僕はそれを引きますのでと、で、いや金本監督はそういうこと言ってるからっていうようなことで引き受けたわけ、はい、まあ、その時にもう全くその立場が違う形で、はい、その同じ現役の時の31番を着るわけだけども、はい、その若い選手に対するその野球、そういうものを自分なりに何か背中を押してあげたりだとか、はい、手助けできればいいなという気持ちと、はい、自分がポッとそのユニフォームを着た時に、周りのファンの方たちの反応にびっくりした。すごかったですよね。いや、俺、それはね、ほんとびっくりしたの。なるほど。すごい人になったんですもんね。いや、だから、これはね、なんか、びっくりしてしまった自分が、甲子園球場の二軍戦に1万人以上のファンが来たりだとか。二軍の試合じゃ、考えられない。そうでしょ。なんか、鳴尾浜がね、あの、グラウンドが雨でね、使えなかったのよ。で、甲子園の室内練習場で練習してたわけ。はい、ゲームは中止になったわけ。はい、でも、鳴尾浜のスタンドがいっぱいだっていうわけ。それで、なんか掛布さんしてもらわないと困りますって言うから、あ、じゃあすぐあのグラウンド使えるんだったら、はい、甲子園から横田と、ヨーカーの徳田をやろうとホームランを出るから。まあ、ショーも大事ですもんね。お客さんは喜ばす。ただ俺、デーブね、二軍監督になった時、そのお客さんの
力を借りようと思ったのよ。やっぱりまだその阪神の二軍の選手たちっていうのは、その鳴尾浜っていうのはお金を取って球場に入る球場じゃないわけ、うん、危ないからお金取れないわけ、だからなんかね、プロ野球選手のなんだけど甘えがどっかにあるなと。だからファンの方たちの目というものを意識させたかったわけ、そうですよね。でその少しでもその野球のプレッシャーと言われるね、野球の怖さみたいなものを感じさせるためには、人がいなきゃ分かんないですね。人がいなきゃ分かんないじゃないですね。だからそういう意味では新聞の方たちだとかに協力してもらって、甲子園球場にいっぱい足を運んでもらいたいと、鳴尾浜に来てもらいたいと、ファンの方の厳しい目がね、そうでことですね、若い選手たちに育ててもらえるので、僕たちが指導するよりも、ファンの目で若い選手を育ててもらいたいと、そういうものに対してすごい多くのファンの方が協力してくれて、これはもう本当ファンの方に感謝してる。まあ掛け算見たかったのが一番ですけどね。いやいや、それはないんだけど。でも、まあ、その、実際僕も持ってるのは、巨人軍も在籍させてもらった。うん、で、編成もしてたんで、はいはい、で、いろんな鳴尾浜も行って、各チームの二軍の子たち見た。うん、で、今、掛け算が言われるのがすごく感じたのは、うん、阪神の選手とか、その、所作とか、ざまがあるじゃないですか。あるある、うん、ある。一軍の気でいいのみたいな。あるでしょ。はい。だから、何かっていうと、阪神の選手っていうだけで、こっちで言う可愛がる人たちがいているんだよな。でもそれはね、それは感じてたんですごくわかる。だからお客さん見られたらお前のプレーなんかそんなもんだぞっていう最高のこうなんかファンの方の目って大きい。そうやね。なんか育ててくれるものになりますもんね。だから俺二軍のキャンプの始まる時の第一声っていうのはね、はい、あなたたち野球の怖さを感じてもらいたいっていうことを言うわけ。で一人に強くなりなさいだと。一人にだって野球なんてさ、でもサード守ったりバッターボックス入った時に誰が助けてくれる。一軍ですもんね。だからやっぱり一軍で活躍するためには一人に強くならなきゃダメだから、24時間の時間があるんであればたむろして練習することも大切だけども、それは傷の舐め合いじゃないかと。だからもっと一人でね、準備する時間を作れと。で、二軍のゲームでさ、九州遠征だよ。ボロ負けして帰ってきて、ホテルのエレベーターの前で、みんなこう、ストレッチだとか、このグローブ磨いたり、うだ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 してるわけ。お前ら長に悔しないんかと。そうですね。俺だったら、部屋に戻って、相手を殺すナイフ磨いとくわ。そういうことですよね。違う？そういうことですよ。だって自分のバット磨けってことなんだよ。そういうことですよね。何お前ら傷舐め合ってんだって。いや、だから長嶋監督にも僕言われたことあって、いいか、ブーちゃん。大事なことが3つあるんだ。ミニプレゼントです、まずは、孤独に耐えるんだ。あ、そうでしょ。まあ、で次が暇に耐えるんだぞ。以上3つだって、まあ、そこはオチはあるんですけど結構だったんですけど、ね、やっぱ暇に耐えるのとやっぱり孤独に耐えるっていう、あ、そうでしょ。そこを自分が乗り越えなきゃダメなんだぞっていう人生なんだっていう。そうそうなんだよ。だから俺もね、そう言っていてね、一番嬉しかったのがね、横田。その12月に台湾遠征みたいのが あるんだよな、はい、ウィンターリーグみたいな、ウィンターリーグみたいな、はい、あの合同のチーム作って、はいはい、その時に台湾いいな、ちょっと遊びに行きたいからちょっと視察っていうことで行かせてもらおうと思って、で、まあ、まあ見たいですしね、球団に行ってちょっといいですか見に行って、でそうカメラ行ってくださいって言われて、はい、で行った時に巨人軍のマネージャーの方に挨拶したら、はい、いや掛布さん横田ってのはすごいですねってわけ、はい、どうしたんですかって言ったら、いや全体ミーティング終わった後に、ね、私のところに来まして、このホテルでバット振るとこありますかって。俺それ聞いた時に俺涙でぐらい嬉しくて、あ、これで横田は大丈夫だと思ったら脳腫瘍になったっすね。でもそういう子もう絶対助かると思うんですよね。そう、だ絶対大丈夫だと思うんだよ。だからそういう意味ではね、やっぱり二軍監督の時代にやったその2年間のその若い選手たち、また西岡だとかね、糸井なんかも怪我で落ちてきたから、そういう選手たちと一緒に野球やれたっていうのはある意味いい財産だよね。その掛け算の2年間って、必ず今のこのチーム、絶対来てるんですよね。僕は編成もやったんで、ただ僕が二軍監督とか一軍監督とか、ただコーチじゃない、編成ってそういうとこも見てるんですよ。ああ、そういうことか。あ、年齢別、左右別とか、実力別っていうのを分けていくんですよ。はいはいはい。そう、あ、この指導者がこういう指導してたら、ここ2年後に強くなるぞと。ああ、そういうとこ見るわけ。そういうこともちろん見るんです。どういう教育方針かは、編成同士で情報の共有をするんですよ。ああ。簡単に言えば、お互いスパイ行為を堂々とやるんです。なるほど。プロ野球のために。ああ、
底上げのためにね。じゃあこの子たちで、でも監督に恵まれなかった時にこの2年後強くなっちゃうチームだぞと、例えば掛布監督がいればなるぞ、うんうんうん、でもあぶれそうならこの子目つけといて、うちもこういう子がいるからちょっとトレードも考えておいてくれって、そういうところに考えた、僕トレードの役だったんで。なるほど。だから俺ね、でもね、一番嬉しかったのは、はい、ソフトバンクの当時二軍監督の水上君が、あ、水上さんですね、はい、彼が鳴尾浜に来た時にその俺のところに挨拶に来て、はい、いや掛布さん空気が変わりましたねって、うん、変わったですもんね、みんな野球やってますよ、うん、そういうことなんですよ、ね、まあ、それはね、すごく嬉しかった。そうですよね、うん、阪神のスター扱いをされた悪いけど腐ったみかんたちが、うん、ちゃんと自分を知ってたってことですよね。そういうこと。なんかみんな若い先生が野球やってますよねっていう。だから今でもヨーカーとかポンと出ても、うん、まあ、腐っていいようなもんな、まあ、自分でチャンス掴んでないのが悪いとはいえ、選手ってその掛さんの言った一人に耐えるんだっていうのがなきゃ出た時使えないじゃないですか。そうなんだよね。自分は自分で控えに耐えて、うん、チャンスを待つ。そしたら今の佐藤がダメだった時ポンとパーン活躍できる、似てるじゃないですか。だから俺そういう意味ではもっと北条なんかもさ、一軍でね、もう守備でミスして、もう本当死んだような状態でね、そうですよね、二軍に戻る、こいつもう無理なんじゃないかと、まあ、そんな北条たちにも、あのファーストに投げらんねえんだよ、スリーバウンドで投げたから、どうしたんだってスリーコーチ言ったら、何も言わないでくださいって、病気になっちゃったんですね、分かった、何も言わないかって、北条に、北条ってお前野球大好きなんやろ、そんなことしたって大好きな野球に嫌われるぜ、なるほど、どんなに辛くても心の笑顔を忘れんなよって。掛布さん、え、もう掛布メモ作りたい。いや、そうなんですよね。そういう意味ではさ、若い人たちと一緒にやるのはなんかすごく刺激あったね。そうですよね、まあ、確かにグラウンドで掛布さんの姿を、まあ、前世の頃から僕ずっと見てた時に、まさか緊張るでああいう感じになるとか、うん、でしょ、掛布さんっていうあれが本当の俺なんだけど、そう、それが今日明確に分かったんですけど、分かった。でもグラウンドじゃこうもう掛布だみたいな、そうなの、三振でもどうぞみたいな、そうなので、レフトフライ打ってもパーッてってスーッ入るっていう、そうだなって、何もなかったよ ね、ホームラン打っても何もなかったよ、ね、こうちょっとだけこうなんとなくポーズが入る、ちょっとだけですよね、ちょっとだけ、それだけですもんね、こんなんじゃないですよ、これはもうそれはもう自分の中で淡々とその中にで凄さを見せつけるっていうのあるじゃない、そうですね、静かな、凄さっていうのかな、だから打てない時ほどその自分の野球になんかこう取り組んでる自分が嫌いじゃなかったんだよな。なるほど。あの、すっごいかっこいいナルシストですよね、そういうのって。あ、そうだよね。自分はこうだって言って。こうだという。このスタイルで。でもね、デブしんどいね。だったんですね。そら、車で来てさ、もう、球場入りたくねえな。またマスコミに叩かれんだよな、みたいな。叩かれんのやですよね。いや、主軸の人がですね。そらね、あの、大阪さんだってテニスのさ、あれだけインタビュー嫌だって言うわけだよ、会見を。嫌、ね、だって言う、大阪直美さんが言うわけだよ。それぐらい、もう阪神のあの、マスコミの粒だって、でも、胸を張って、そこに行かなきゃいけないっていう気持ちの切り替えをして車を降りるもんな。そうですよね。あれですね、僕、ちょうど今日思ってたのが、掛布さんがもともと車好きだっていう。車好き。で、それは、まあ、少年の憧れだったりかとか、いろいろ考えてたんですけど、うん、その自分の好きな車に乗って音楽もあったんでしょうね。そう。だからそれは一人の城だから、好きな車を乗って、もう嫌だな、うんって言うけど、そこでキャッと切り替えるというね。そういうことなんですね。ブラーンだな、行って、止めて、切り替える。で、その切り替えるために、家で、嫌なものを全部忘れるぐらいいい準備をして、まあ、車に乗るわけじゃない。さあ行くぞと。でも球場に着いて、エンジン止めてドア開けるときってのは、あ、マスターマスコミと、でも行かなきゃダメだっていう、ちょっと気持ちを切り替えるために、そのためにやっぱり自分の好きな車のお城が欲しかったんだよね。そうなんですよね。安倍言ってました。俺会ったときによ、この車、安倍、いくらすると思ってから、例えばまあ400万、800万かとかっていうようなことを言ったら、丸が1個少ねえって。ハメパパがそれマンションが買える
本当に。あかなことしたよね。まあまあ、本当こうたくさんの話聞いて、いやいや、またぜひ、またぜひ。かけさん、最後に、第2弾。かけさんが、うん、いつもその色紙に書くとしましたら、うん、何を書かれるんですか？僕、同級って憧れる球って書くの。憧れって。だから僕、あの野球をやめてね、これ、江川卓がその番組を持っていて、はい、でゲストに出させてもらった時に、はい、高川野球、されど野球ってのがちょっと江川のなんかあるじゃない、はいはい、で掛布さんにそういう座右の銘的ななんかってありますか、いや僕はそういうのないんですね、はい、でいろいろスタッフと話した時に野球をやっている掛布正幸に、はい、掛布正幸が憧れてた部分がありますって、はい、だから俺は甲子園で野球やってる掛布正幸って俺じゃないだよね。掛布正幸というもう一人いるんですね。もう一人いるんですね。はい。うん。そのもう一人の掛布正幸に、掛布正幸が憧れてましたって言ったら、その憧れという言葉がすごく掛布さんにぴったりだから、はい、そのいつも憧れというものをスコアボードにバッてやってその番組を終わらせますと。はい。それから、その阪神に代わる色紙に書く言葉って見つからなかったんだよ。それぐらい阪神という名前大きくて。なるほどですね。で、いつも憧れだったら、はい、阪神タイガースに対する失礼ないなと。はい。で、いつも憧れって書いてたんだけど、はい、ちょっとひらがなではちょっと丸すぎるなと。はい。それで、ある新聞記者といろいろ話したときに、はい、憧れる玉という同級っていいんじゃないですかと。掛布さんずっと野球に憧れてたわけだからと。だから俺のなんか一つの、あれは憧れだよね。いまだにですね。いまだに。なんかに憧れてた方がいいでしょ ?60 も過ぎてもさ。まあもう66ですからね。60過ぎたって言っても。2回打ってるから。2回打ってるから。それやっぱかっこいい。もう70前の方がですよ、うん。憧れる。やっぱたまに憧れるって言い切れるでしょ。かっこいいです。だから、だからそういう部分の気持ちってのは忘れたくないから、はい、いつも色紙は同級って。はあ。そのエピソードいただいていいですか？どうぞ。あの、僕も。ちょっといいだろ憧れ最高です憧れってちょっとなんか年取ってくるとさそういうものに対する気持ちって薄れてくるじゃないそうなんですよねなんか何でもよくなっちゃう、ね、そうそうだからゴルフなんかも俺は楽しいゴルフをするタイプだそうなんでしょうねうんその79にこだわる阿部パパとはちょっと違う違うね奥様とねそうそう両方とまあ散歩なのそれで楽しいその時間を過ごすと。だそれもなんかこう自分の中では憧れの中に入ってる。なるほどですね。そうなんだよ、ね。まあ、野球は球で同級の球だけど、この憧れが。そうそう。いろんなものがある。そういうことなんですね。あ、俺も憧れにしようかな、今。我慢って書いてたんですけど。我慢はだいぶ重たいよ。重たいですよね、だいぶ。それはあなたが楽天でどんだけ我慢したか分からないけども。癌になりますね。憧れいいな、憧れ。でしょ、だから、ただ今漢字がちょっと書けないんで、きっちり調べて書き順までやるから、ね。だから、そうでしょうん。だって、子供の頃さ、中島さんとか王さんに憧れてる気持ちをさ、ね、やっぱ70歳になろうが80歳になろうがさ、照れずにさ、持ち続けるって。かっこいいです。いいよね。男の生き様のロマンですね。そうだよね。だから、憧れを。憧れいただいていいですか、どうぞ。あ、もうちょっと、はい、僕も我慢と重いなって最近自分に思ってたんで。いや、我慢は。いらないですよね。憧れてればいいですもんね。いらない。憧れに行くための我慢はよくても、うん、我慢が頭にしちゃった、ね。そうそうそう、我慢が頭にしちゃった。ね、我慢があるから憧れやん。そういうことなんですね。ぜひ、かけさん、これだけです。また今度、こっち状況じゃない、上半。下来てますんで、またお願いしていいですか、それ俺が東京行った時電話するよ。あ、ぜひぜひぜひ。で、うちの店で。じゃあ、食事してもらう。デブのお店で飯食うよ。あ、そうです、そうです。それでまたこういう話聞かせていただいて。そうそうそう。はい、お店でね、はいぜひぜひ。できるんでしょ？もちろん。お店でも。お店でやってるんです、お店や、お休みはいつなの？日曜日だけなんですよ。あ、日曜日？はい。じゃあ日曜日行こうかな。そういうことじゃないないんか。そういうことじゃないんだ。そういうことじゃないんだ。そういうことじゃないんだ。ご提供できないですから。何時から何時まで？もう4時から、今のは緊急事態なんで、うん、守って4時から8時にして。普通はそういう緊急事態なければ。なければ、夜は5時から10時までだったんですよ。あ、10時までか。はい、じゃあ、行きますよ。そうですね。いいお肉を食べさせてよ。で、今日はかけさんの家に、お肉を送らせてもらいます。ありがとうございます。ということで、今日はありがとうございました。何をしちゃいますね。ありがとうございました。またよろしく。最高でした。